カナダのある男性が4月12日、裁判所に出廷することになりました。13歳の娘の性転換に反対したからです。報道をご覧ください。カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州のある父親が、トランスジェンダーである10代の児童に関する公開禁止令に違反した疑いで拘留されています。この父親は13歳の娘が男性に性転換することに反対したため、提訴され裁判で敗訴していました。 彼の友人が NTD に法的背景を説明してくれました。The BC 子のの学校や医医療機関の医師は 性転換を支持していましたブリティッシュコロンビア州の裁判所は二0十九年に父親の子供と医師に関する情報の公開禁止令を発令していましたしかし父親はメディアに話し禁止された情報を公開しましたそのため先月拘留されましたパクさんはブリティッシュコロンビア州の児童福祉法が悪用されていると述べています パクさんは未成年者の個人情報が保護されるべきであることには同意するが、医師の個人情報は公開されるのを許すべきだと述べています。It is a public interest. To disclose this daughter's name, okay? They are. They should be put on a pub open debate, open discussion about whether they uh, they are doing the right thing for the for the for the child. And uh, if they have nothing to hide, they should not ask the court to ban their you know ban the publication of their names. 最高で5年の懲役刑が課せられることになります。パクさんはこの事件はブリティッシュ・コロンビア州だけにとどまらず、国際的にも重要な事件だと言います。またパクさんは現在多くの親が我が子と引き離されているように感じていると述べています。NTD ジャパンがお伝えしました。